はい、皆様どうも、かよです。今日はピアノ、こちらのね、練習を今日からまた頑張っていきたいなと思うんですが、前にね、1ヶ月間がっつりと練習して糸を弾けるようになったっていう動画がありまして、もうこれはね、本当に YouTube のなんか押さえるところを見ながら練習したというものなんですが、今回は僕がもうすごい大好きな滝沢克成さんという方の動画で、ライオンハートを弾き語りしようという動画があるんですね。ぜひね、これもあの概要欄とかにも載せてますので、皆さんピアノ弾きたいなという方がいたらね、一緒に見ていただいて頑張っていければなと思うんですが、今日はこれをがっつり練習してどれぐらいでね、まあ、弾けるようになるのかなっていうのを頑張っていきたいなと思います。で、今日は弾き語り仕様パート1の動画を今から見て弾けるように頑張っていきたいなと思います。用意してください。で、1,2,3,4,5 用意したら鍵盤に、直接、貼っていきます。レを探してください。レ、でその次は3、2に行きましょう。2で次は5で1で、また4から3して、いきます。4番いきましょう。4番、これじゃね、レ、あー、Cレ、シャープで、左手の4番を押しましょう。4番、おしゃれ、おい、なんかそういう、この辺にすごいこう、ね、負担がかかるんですよ。でこれをずっとやってると、その腱鞘に出ちゃったりとか、単純に手首が見ちゃったりとかするんで、あまりよろしくない。できるだけ楽に練習していくことが大事です。で、その楽なフォームってどういうことなのか力入れずに、呆れるほどにそうさ
そばにいてあげる。眠った横顔震えるその胸ライオンハI'm so sorry.